in question and answer, raise your hand in Zoom. At the bottom of Zoom screen, you can raise your hand from participant. Click raise hand to become familiar with operation. ちょっとまだ少し時間がありますので、じゃあ、日本語、苦手な方は挙手お願いします。If it's difficult for you to understand Japanese, please raise your hand. のアイコンがないのでみんな日本語得意な方ですかね、もしくはマネイティブな方。じゃあ今日朝食食べられた方挙手お願いします。AZ キーさんありがとうございます。あ、ゆういちさんもありがとうございます。じゃあ、挙手下ろしてください。で、トーク中は、Zoom のチャットに質問や感想を書いてもらって大丈夫です。あとですね、まあ、YouTube 見ている方に連絡です。この部屋のハッシュタグは PyConJP アンダーバー4になります。感想や気づきなどがあれば、ぜひあのハッシュタグをつけてツイートしてください。じゃあそれではですね、これからですね、川崎健人さんの発表を始めます。タイトルが Python による機械翻訳のモデルの構築になります。発表時間は質疑を含んで45分になります。発表前に、マイクテストを兼ねてスピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。川崎さんよろしくお願いします。はい、聞こえてますでしょうか。あれ、聞こえてますでしょうか。はい、聞こえてます。はい、それでは読み上げます。私の名前は川崎健人です。発表タイトルは Python による機械翻訳モデルの構築です。発表資料は日本語です。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開しません。発表中の写真撮影に同意します。PyConJP の行動規範に同意します。なんかスピーカーが喋った後なんか遅れてなんか数秒後聞こえてくるんですけども、こちらの問題ですかね、もしかしたら。あ、マネージャーさん、ちょっとチェックお願いします。はい、どうかされましたか。はい、はい、OK ですか。はい、OK です。じゃあ、あと1分だったら。はい、じゃあ、スピーカーの方、スライドの共有をお願いいたします。はい、スライド共有しました。見えてますでしょうか。はい、見えてます。では、それではですね、川崎健人さんを。はい。はい、見えてます。あ、始めていいですか。
はい、じゃあそれでは川上健人さん、拍手をお願いください。じゃあ発表よろしくお願いいたします。はい、ではそれでは発表いたします。本セッションではディープラーニングの知識や実装経験はあるが、チュートリアルレベルから抜け出せない人に向けてより実践的な内容にステップアップするための知見を紹介いたします。セッションの流れですが、前半に機械翻訳やトランスフォーマーに関する解説、後半にソースコードリーディングやライブコーディングを予定しております。下記に記載してあります、こちらのソースコードを使用いたしますので、こちらのダウンロードをお願いいたします。そしてハンズオンでは皆さんと意思疎通しにくいので、全ての方をフォローできませんが、その点ご容赦ください。でまた本セッションでは Google ドライブや、Google コラボを使用いたします。 Google アカウントをお持ちでない方は作成をお願いいたします。はい、というわけでいきなりダウンロードしろと言われても、時間が必要かと思いますので、その時間を利用して自己紹介をします。私は株式会社リーディングエッジ社に所属しております川崎と申します。で Python 歴は2年から3年程度です。で普段はですね、ディープラーニングを用いた自然言語処理に関する研究をしておりまして、その中で Python も使用しております。本セッションでも扱うディープラーニングについてはまだ1年未満程度と経験が浅いですが、皆さんとこういう機会で一緒に勉強していけたらなと思っております。そして昨年はPyCon JP のポスターセッションで発表させていただきました。今年もまた発表する機会をいただけて大変嬉しく思っております。それでは内容に移っていきたいと思います。まず機械翻訳とは何なのかについてお話しいたします。機械翻訳とは、ある自然言語を別の自然言語にコンピューターなどを用いて自動的に翻訳することを言います。例えば英語から日本語に翻訳するとかですね。機械翻訳にはさまざまな手法がありますけれども、今回はニューラルネットワークを用いた翻訳を行います。で実際にどうやって機械翻訳モデルを構築するのかというと、パラレルコーパスを用意します。パラレルコーパスとは、翻訳元の文と翻訳後の文、今回で言いますと英語と日本語の文が対になったデータのことを言います。でこのパラレルコーパスを大量に用意してニューラルネットワークに入力することで翻訳結果を予測するモデルを作成します。入力する際はデータを前処理する必要がありますが、基本的にはエンドツーエンドで学習ができます。では実際に学習済みモデルで予測をさせてみましょう。そうすることでより機械翻訳のイメージがつかめるかと思います。一旦ブラウザの方に移りたいと思います。先ほどダウンロードしていただいた transformermaster.zip というファイルがあると思いますので、そちらを展開してください。で展開しますとこのようなファイルになっておりますので、こちらをマイドライブの方にコピーしてください。ちょっと皆さんの状況がわからないので、このまま進めてしまいますけれども、マイドライブの直下にトランスフォーマーマスターをコピーできたら、中身を開いていただいて、その中に predictongpu.ipynb というファイルがありますので、こちらを右クリックしていただいて、アプリを開くから Google コラボレートリーを選択して開いてください。もし Google コラボレートリーがインストールされていない方は、アプリを開くで、アプリを追加で Google コラボをインストールしてください。で開きますと、こういったファイルが出てきますので、プログラムを実行していきたいと思います。まずはランタイム、上のメニューのランタイムからランタイムのタイプを変更をクリックしていただいて、ノートブックの設定
のハードウェアアクセラレーターが GPU になっていることを確認してください。で、GPU になって、いましたら、またランタイムをクリックしていただいて、すべてのセルを実行。こちらをクリックしてください。そうすると、上から順番にセルが実行されていくので、でまず、Google ドライブをマウントするコードが実行されますので、そちらに出てきたリンクをクリックしていただいて、ユーザーを選択していただいて、許可を押していただいて、そうしますとコードが出てきますので、こちらをコピーして、こちらのテキストボックスに貼り付けしてください。で、エンターを押すと実行されます。でこれは何をやっているかというと、先ほど、アップロードしたこちらのファイルを Google コラボで読めるように、しております。でこちらの左の、フォルダボタンがあるんですけど、そちらをクリックしていただくと、ドライブというファイルがありますので、そちらをクリックしていただいて、さらにマイドライブをクリックしていただくと、先ほどアップロードしたトランスフォーマーマスターというファイルが見れるかと思います。これが見えていれば、正常に、読み込めているということになります。もう一度確認しますと、まずランタイムで、ランタイムのタイプを変更で GPU になっていることを確認してください。で、GPU になっていましたら、またランタイムを押していただいて、すべてのセルを実行としてください。で実行すると、こちらのコードが走りますので、その指示に従っていただいて、リンク先に飛んでいただいて、アカウントを選択して、許可を押して、コードをコピーして、テキストボックスに入力すると、ドライブがマウントできます。はい。で一番下の方に行っていただきますと予測結果が出てきますのでそちらを見てみましょう。ここにインプットとありますがこちらが今、学習済みモデルに入力した翻訳元の文今回ですと英文ですねこちらを学習済みモデルに入力しました。で、その学習済みモデルが予測した結果がこちらのアウトプットになります。でこちらの任意のテストデータを指定とありますが、こちらの数値を書いてあげると、別のテストデータに対する翻訳結果を見ることができます。で下の図はアテンションウェイトといって、翻訳元の文と翻訳後の文の、文における単語間の関係性を表す図になっております。こちら後ほど、解説いたします。まあ、以上が簡単な、デモになりますが、まあ、本日はこういった、翻訳を行うモデルを理解することが、本日の目的になります。それでは一旦資料の方に戻ります。続いてはこの、機械翻訳を実行しているモデルの説明をしたいと思います。先ほど実行したのはトランスフォーマーというモデルでして、左図がアーキテクチャになります。トランスフォーマーは2017年に Google が発表しました。機械翻訳タスクにおいて当時最先端であったシーケンス、シーケンスなどのモデルよりも高いスコアをマークしました。特徴的なのが内部にアテンションというメカニズムを持っていまして、これは後ほど説明いたします。またその後登場する BERT とか GPT-2 といったモデルのベースとなっている非常に重要な技術になっております。続いてはトランスフォーマーがどのような仕組みで翻訳をしているのか、モデルを解説いたします。トランスフォーマーは主にエンコーダーとデコーダーから構成されています。エンコーダーは翻訳元の文の特徴を抽出し、デコーダーはエンコーダーから得られた翻訳元の文の特徴から翻訳後の文を生成する役割を持っています。学習する際はこの図のようにエンコーダーに翻訳元の文ですね、
今日の例であれば日本、英語を入力し、レコーダーに翻訳後の文、今日の例であれば日本語を入力します。ただ、この図のように原文のまま入力するのではなくて、前処理を施した後に入力します。で、どんな前処理をやっているかというと、このような、流れになっています。まず原文がありまして、それを、メカブなどを用いて単語分割します。で、その後に、文章の開始と、終了を表すスタートとエンドトークンを追加します。ここまでできたら、次は単語を ID に置き換えます。各単語に一つずつユニークな ID が、割り当てられて、この例では AI なら503といった ID が割り当てられています。最後に0埋めを行うことで文章の長さを揃えます。文によっては単語の数がバラバラだと、モデルで処理することが難しいため、あらかじめ今回の例であれば60という文章の長さを決めておきます。以上な流れを経て、モデルに入力するシーケンスを作成します。で、作成されたシーケンスなんですけど、これはまずインプットエンベディングというところに入力されます。インプットエンベディングでは、単語の分散表現を作成します。右図にあるように、301とか503とかありますけれども、これら各単語に対して、64次元の、ベクトルで表現します。で、インプットエンベディングで分散表現を作成した後は、ポジショナルエンコーディングというところに、入力します。トランスフォーマーは、従来の RNN のような再起や、CNN のような畳み込みがないため、文における単語の相対的な位置というものが含まれていません。そのため、ここのポジショナルエンコーディングで、文中における単語の相対位置を付与します。ミリズのように、分散表現と同じ形状の位置情報ベクトルを加算します。で、ポジショナルエンコーディングの式は右下の通りで、シーケンスの偶数要素にサイン関数を適用して、奇数要素にコサイン関数を適用することで単語の相対的な位置情報を付与しています。続いて入力シーケンスはエンコーダーに入力されます。エンコーダーにはマルチヘッドアテンション と、ポイントワイズフィールドフォーワードネットワークがあります。マルチヘッドアテンションでは、文章中における単語間の関係性を学習します。実際にはこれら、このような記号がですね、いくつも積み重なってエンコーダーが構成されています。ここでアテンションというものが登場しましたが、これについて解説します。アテンションはその名の通り、文章中のどの単語に注意を向けるかを学習する機構になります。そしてエンコーダーにはセルフアテンションというものがあります。翻訳すると自己注意なんかと訳したりもできますが、これは自己に対するアテンションを算出しています。ここにアテンションの式があります。で、QKV は同じ文から作られた、ベクトルになりますが、ここは説明上、文で表現いたします。例えば、It is a nice day. It is nice weather today という文章がのセルフアテンションは左下のような、イメージで単語間の関連性を計算しています。そこから得られた関連性はソフトマックスで0から1の数値で表されることになります。この0から1の数値というのは文章中においてどの単語が重要であるかを示す重みだと思ってください。最終的にこの重みと文のベクトルを掛け合わせることで翻訳元の文の特徴を得ます。で、実際にはアテンションはマルチヘッドアテンションという複数のアテンションからなるトランスフォーマー、複数のアテンションからなる機構としてトランスフォーマーの中に存在しています。論文ではこのような書かれ方をしておりますが、直感的には理解しにくいので別の図を用いて解説します。
先ほど登場した、分散表現ですが、横軸の、60は文章の長さでした。で、それに対して各単語が64次元で表現されていました。マルチヘッドアテンションではそれがマルチヘッドの数だけ分割されます。そして各々のアテンションが計算されるという、感じになります。ではこのような、マルチヘッドにすることで何が良いのかというと、性能が良くなります。これはアテンションを複数にすることで、各々のアテンションが異なる位置の異なる部分に注意を向け、単語間の関連性を処理できることが分かっているからです。発表の冒頭で実行したプログラムですが、4つの、アテンションを用いていました。この赤で囲ってある部分が、非常に顕著ですが、単語間の関連性が強く出ているところとそうでないところがあるのが分かります。続いてデコーダーですが、デコーダーもエンコーダーとポジショナルエンコーディングまでは一緒の流れです。エンコーダーと異なるのはマルチヘッドアテンションが2つあることです。さらにマスクドマルチヘッドアテンションというものがあり、またもう1つのマルチヘッドアテンションはエンコーダーで獲得した翻訳元の文の特徴情報を用いてアテンションを算出しているところがエンコーダーとは異なります。それぞれを次のスライドで説明します。まずマスクドアテンションですが、これはデコーダーに入力された文と文のアテンションを計算しております。その時に三角で暗転させてある部分をマスクしてアテンション、ここのアテンションをゼロにしてしまいます。なぜこうするかというと、翻訳文を生成する時のことを考えてみてください。翻訳文を生成する時は前の単語から順番に生成していくんですが、その時には当然、後に続く単語が何であるかは分かりません。なので今分かっている単語よりも後ろの部分のアテンションを、無視するためにこのマスクドアテンションというものを用います。続いてソースターゲットアテンションですが、これは、事故のアテンションではなく翻訳元の文と、翻訳後の文のアテンションを計算しています。イメージは右図のようになりますが、実際にはこのソース文がエンコーダーからの出力になります。以上がトランスフォーマーの概要説明になります。続いてはソースコードとモデルを見比べながらトランスフォーマーの理解を深めていきたいと思います。こちらがソースコードになります。まずトランスフォーマークラスを見てみましょう。トランスフォーマークラスは学習の直前に呼び出す一番表層のクラスになります。クラス内にはイニット関数とコール関数があり、イニットはモデルを初期化したときに実行されます。で、コール関数は学習時に実行される関数になります。イメージとしてはイニットでモデル内の各要素を定義して、コールではデータをどのようにするのかが記述されています。それを見た上、それを理解した上で、イニット関数を見てみますと、イニットには、このようにエンコーダーとデコーダーが定義されているのがわかります。そしてコール関数では、エンコーダーに、インプット、これは翻訳元の、文が入力されていて、さらにデコーダーには、エンコーダーからの出力ですね、エンコーダーアウトプットがありますが、これが入力されており、また、翻訳後の文、ターゲットが入力されているのが分かります。続いてエンコーダークラスを見てみましょう。まずイニット関数ですが、この左図のようにエンコーダークラス内ではエンベディングやポジショナルエンコーディングが定義されているのが分かります。そしてコール関数では左図のこの矢印の流れのようにエンベディングに、入力文が入力されて、その後ポジショナルエンコーディングで位置情報が付与されているのが分かります。次はそのポジショナルエンコーディング関数の中身を見てみましょう。入力はポジションと、D モデルというものがあり、ポジションはシーケンスの最大長、D モデルは分散表現の次元数になります。で、その下でゲットアングルズという関数を実行していますが、これは、左上の図のような、
ポジションとポジションかけるデプスの、ベクトルを作成しています。縦軸がこれ文章の位置になりまして、横軸がベクトルになります。で、赤いところはほとんど0に近い値になっていまして、文の先頭要素ほど0に近い値で構成されています。で、その下にある図がこちらの、コードになります。で、こちらのコードはこの式と同じになります。で、何をやっているかというと、先ほども説明したように、偶数の位置にある要素にサイン関数を適用して、奇数の位置にあるものにコサイン関数を適用しているものになります。で、こうして作成された位置情報が、ベクトル、文のベクトルに加算されていきます。で、続いてエンコーダーレイヤーですが、エンコーダーレイヤーは左図のように複数積み重なっています。で、右のコードを見ますと、こちら先ほど表示したエンコーダーですが、その中にエンコーダーレイヤーがリスト内方表記で、ナムレイヤーズの数だけ作成されているのがわかります。そしてコール関数を見ますと、先ほど位置情報が加算された、ここのポジエンコーディングの後、加算された後に、ドロップアウトレイヤーを通過して、エンコーダーレイヤーに入力されているのがわかります。はい。では、そのエンコーダーレイヤーの中身がどうなっているのかというと、先ほど説明したように、このようにアテンションとフィードフォーワードネットワークが定義されています。そしてコール関数を見ると、この黒い矢印のようにデータが処理されているのがわかります。ここで MHA というのはマルチヘッドアテンションクラスになりますが、これに翻訳元の文ベクトル X が代入されているのがわかります。なぜ X が3つあるかというと、先ほど説明したようにセルフアテンションの計算で自己のベクトルを掛け合わせているためです。それでは次にマルチヘッドアテンションクラスを見てみましょう。まずマルチヘッドアテンションクラスのイニット関数の部分だけ表示しています。これを見ると、イニット関数には、電数というものがありまして、これは全結合層がいくつか定義されています。また、スプリットヘッズ関数というものも定義されており、マルチヘッドアテンションの主な構成要素はこの2つであることがわかります。で、次にコール関数を見てみましょう。右の図がソースコード、マルチヘッドアテンションクラスのコール関数になりまして、左図はそのソースコードのやっていることを図示したものになります。ここでは文ベクトル Q を例に、どのように処理されていくのかを説明します。まず、バッチサイズイコール tf.shape とありますが、これはバッチサイズを取得しています。そして、その下にある q イコールセルフドット wq とありますが、これはイニット関数で定義した全結合層に文ベクトルを入力しています。イメージとしては左図のような処理になります。今回は出力サイズが分散表現の次元数と同じなので、形状は変化していません。続いてその出力がまた q となっていますが、これがその出力 Q が、今度はスプリットヘッズ関数に入力されていきます。この時先ほど、取得したバッチサイズも入力されていきます。スプリットヘッズ関数では、左図のように文ベクトルを分割しています。で、分割された後は、スケールドドットプロダクトアテンション関数に入力され、ここで先ほど説明したアテンションの計算が行われます。アテンションが計算されると、文ベクトルと、あとアテンションウェイトという重みが出力されますが、文ベクトルは再び結合されます。で、先ほど登場したスケールドドットプロダクトアテンション関数ですが、これについて説明します。引数としては QKV とマスクがあります。で、やっている処理は左の式の通りですが、まず上の3行でこのソフトマックスの括弧にある中身を計算しています。そしてマスクがノンでない場合は上の計算で得られた結果にマスクを
加算しています。ここでマスクは、下の図にあるようにシーケンスと同じ長さの0と1から構成される配列になります。そしてマスクされている部分は、つまりアテンションの計算で無視したい部分には1が入っています。この時0を埋めしたシーケンスの場合、0を無視したい、ここの部分を無視したいということがあります。で、マイナス10の、ここでマイナス10の9乗の値をマスクにかけていますが、マスクに1が入っていると、その要素のアテンションは大きなマイナスの値になります。つまりその1の単語の重要度は、小さくなるというわけです。でこのマスクは他にもデコーダーのマスクドマルチヘッドアテンションにも使われています。はい、以上でモデルがどのようになっているのかの説明を終わります。まあ、デコーダーも同じように追っていけば、理解できますので、ご自身で確認してみてください。また理解しがたい部分に関してはコードを切り出して具体的な数値で実行してみると何をやっているのかつかめるかと思います。では一通りトランスフォーマーが何であるか理解できたと思いますので、実際に学習をしてみましょう。そうしましたら G ドライブに先ほどアップロードしたファイルの中にあります trainongpu.ipynb というファイルを開いてください。一旦ブラウザーの方に移ります。こちらにあります trainongpu というものですね。こちらを Google コラボで開いてください。で先ほどと同じように、ランタイムで、ランタイムのタイプを変更で、ハードウェアアクセラレーターが GPU になっていることを確認してください。で GPU になっていることを確認できたら、ランタイムで全てのセルを実行としてください。そうしますと、またドライブのマウントから始まりますので、リンク先、にアクセスしていただいて、ユーザーを選択して、許可をしていただいて、コードをコピーして、ここのテキストボックスに入力してください。そうしますと、学習のプログラムが実行されていきます。で実行している間に、プログラムの説明をしたいと思います。まずここでライブラリーの読み込みとありますが、ここでは、pip インストールでメカブを取得してきています。メカブは単語分割の時に使用しています。で使用しているライブラリーは、こちらになります。で次に、日英翻訳データダウンロードとありますが、ここでは日本語と英語のパラレルコーパスをダウンロードしてきています。データの詳しい内容については、readmd などをご確認ください。で続いてデータの読み込みですが、ここでは、ダウンロードしてきた日本語と英語のコーパスを、読み込んでいます。また、学習用とテスト用のデータ分割もこのように行っています。でここで読み込めていれば、このように、データ数と、あとデータのサンプルを見ることができます。今回扱うデータは、学習用が約5万3000件、テスト用が約、2700件のデータを用いています。でデータのサンプルとしては、翻訳元の文に英語、翻訳後の文に日本語といったこういったパラレルのコーパスが、このデータには含まれています。次に前処理のところですが、先ほどトランスフォーマーの概要で説明しましたけれども、文章を単語分割して、先頭と、設備に、スタートエンドトークンを付与して、ID に変換して、最後0埋めをしてあげるっていう処理を、こちらで行っています。で、その下ではバッジを作成しております。
で次にモデル定義ですが、こちらでは、エンコーダー、デコーダーのレイヤー数であったり、中間層の次元数、あとマルチヘッドアテンションのヘッド数などを定義しています。で、その下では、重みの初期化というふうにありますが、こちらでは、本来ならば、モデルの保存だったり読み込みは GCS を使うと便利なんですが、今回は GCS を使わないでやっているので、こちらの関数を学習の前に実行しております。で、最後に学習実行とありまして、こちらではトランスフォーマーの、モデルを定義していたり、あとは、学習率、最適化関数、損失関数の定義などをしております。で、うまくモデルが実行できていれば、ロードチェックポイントサクセスフリーと出てまして、これが出ていれば学習済みモデルを読み込めている証拠になります。で、あとは今回は30エポック、学習を実行していまして、このようにどんどん学習が進んでいっていることを確認できるかと思います。はい、皆さんはこのまま学習を続けていただいて構いませんが、私はちょっと、パワポの方に戻って続きの説明をしたいと思います。はい、無事皆さん学習の実行できたかと思いますが、トランスフォーマーにはまだ課題がありまして、それは文章の長さが、長くなっていくほど、このように、アテンションの計算量が N の2乗のオーダーで増えていきます。で、そうすると何が問題かというと、計算量が足らなくなって、GPU では、学習が実行できないなんていうことが、あります。で、そこで、使用するのが、TPU になります。TPU は Google が開発した機械学習に特化したプロセッサーになりまして、Google コラボで無料で使用が可能です。GPU よりも高速で、学習時間の削減にもつながります。で、TPU を使いこなせるようになれば、学習の幅がさらに広がり、今回のデモで使った、文章よりも長い文章の、例えば翻訳モデルを構築することができるようになります。では実際に先ほど実行した GPU のコードを TPU で動くように変更してみましょう。もう一回ブラウザーの方に戻ります。で、こちらのコードを変更していきますが、変更する内容なんですけど、変更した内容の結果はこちらにあります trainontpu.ipynb と同じ結果になります。なので今からちょっとライブコーディングをしますが、もし変更してみて動かない場合がありましたら、こちらのコードを実行していただいても構いません。ではこちらの trainogpu の方のコードを変更していきたいと思います。まず上から順番に見ていきますと、前処理というところがありますので、その前処理の下にあるセルに、useTPU false と書いてあるところが、ありますが、こちらを true に変更してください。ここの useTPU イコール false を true に変更してください。で、変更できましたら、今度は学習実行とある、モデルの定義をしてあるセルを変更していきます。まず、一番上にトランスフォーマーとコメントアウトしてありますが、その上に1行追加をします。で、追加してほしい内容は、
これ見えてますかね。withstrategy.scope コロンと、追加してください。もう一度言います。withstrategy.scope コロンと、追加してみてください。で、それが追加できましたら、今度は、その下にもともと書いてあったコードをすべて選択していただいて、こちらをインデントしてください。このストラテジースコープの中にすべてのコードが書かれるように、こちらをインデントしてください。でそこまでできましたら、今度は、チェックポイントというところがありますので、そこで定義してあるチェックポイントパスを変更していきます。ここにコンテンツドライブ、マイドライブ、トランスフォーマーマスター、チェックポイント、GPU、モデルとありますが、ここの GPU という書かれているところを TPU に変換してください。もう一度説明します。ここの GPU を TPU に変換してください。で、そうしましたら、ここに、その下にトレインステップシグニチャーと書いてあるんですが、このトレインステップシグニチャーから、tf.function までのここの5行を今度は、消してください。もう一度言います。トレインステップシグニチャーから、tf.function までを消してください。で、消しましたら今度はその下にトレインステップ関数があるんですけれども、こちらをの下に新たな関数を追加していきます。ちょっと時間が押しているのでコピペしちゃいますが、追加してする内容は この内容になります。TF ファンクションというデコレーターをつけてあげて、関数名が、Distributed Train Step という関数名になります。ちょっと先に TPU の方のコードを実行しておきたいと思います。で、今追加したのがこちらのコードになります。はい、こちらのコードを追加できましたら、今度は、Distributed Train Step という関数名をコピーしていただいて、その下に for文があるんですけれども、このような for文があるんですけれども、for文のさらに内側の for文に Train Step という関数を実行してあるところがあるので、こちらの Train Step を先ほど追加していただいた Distributed Train Step 関数に置き換えてください。Train Step 関数を先ほど作成した Distributed Train Step 関数に変更してください。で、以上で、プログラムの変更になります。ここまでできましたら、今度はランタイムのタイプを変更で、一回 TPU にしてあげて、もう一度、すべてのセルを実行としてあげてください。そうすると TPU での学習が実行されるかと思います。私は先ほどこちらで実行しましたので、ちょっとこちらの内容を見ていきたいと思います。
で、先ほど変更しましたプログラムの内容について説明します。まず USTPU のところ true に変えましたけれども、これを true にすることで以下のコードが実行されます。こちらのコードは TPU のハードウェアの情報を取得したり初期化をするコードになります。で、その下で TPU ストラテジーというインスタンスを作成して TPU で学習を実行するためのスコープを作ってあげています。で、さらに USTPU を true にすることでこちらのコードも実行されます。で、こちら何をやってるかというと、ここで作成したバッジがあるんですけど、そのバッジを分割するコードになります。TPU はですね、ここにコアが8ってありますけれども、1つのデバイスに対してコアが8つありまして、その8つのコアで分散して学習をしているので、その分散して学習できるように、ここでデータを分割しています。で、さらに、学習実行のところを変えましたけれども、ここのストラテジースコープは先ほどこちらで作成したインスタンスになります。このスコープの中で、モデルを定義して、上げることで TPU で学習を実行することができます。で、さらに先ほど追加した Distributed Train Step という関数がありますが、ここで何をやっているかっていうと、この strategy.run で、TPU 上でこの Train Step 関数、これはまあ学習の、するための関数なんですけれども、こちらを、TPU 上で動かせるようにしてあげています。で、それを動かすと、返り値として、各コアで算出した、ロスが、入手することができます。で、そのロスを今度は、この下のリターンの分で、今度はその各8つのコアから算出したロスをの平均をこちらで取ってあげて、まとめてそのモデル内の重みを更新するということをやっています。で、うまく学習ができれば、このように、ロードチェックポイントサクセスプリート出て、学習済みモデルが読み込めて、学習が進んでいきます。で、今回の、データですと、あまりGPU との差、速さの差が出ないんですけれども、皆さん、学習を進めていけば分かると思いますが、1エポックあたりの、速度は、GPU に比べて速くなっているということが分かるかと思います。で、ちょっと注意していただきたいのが、この最初の1エポックだけ、TPU の方が、もたつくっていうことがあるので、それはちょっと、目をつぶっていただいて、それ以降、速くなっていると思いますので、自身でご確認してみてください。で、今やっていただいて分かったと思いますが、そのほんのちょっとの、ほんのちょっとコードを変えるだけで、TPU によるマシンの恩恵を得られるということが分かっていただけたと思います。では最後に、まとめになりますが、以上、途中早足になってしまって、分かりづらい点もあったかと思いますが、なんとなく機械翻訳モデルの構築について理解、していただけましたでしょうか。すべては説明、しきれませんけれども、トランスフォーマーも2017年に登場してから、さまざまな改良モデルですとか、こういった、最近では GPT-3 といった大規模モデルが登場しております。で、これをきっかけにですね、自然言語処理だったりディープラーニングに興味を持っていただければ、と思います。で、最後ですが、この発表が皆さんのスキルアップの一助となれば幸いです。ご清聴ありがとうございました。川崎さん、発表ありがとうございました。
残念ながらですね、質疑のですね、時間は残っていないようですので、川崎さん、言い残したことがありましたらお願いいたします。そうですね、ちょっと、ハンズオンということで皆さんの様子を見ながらできなかったので、ちょっと何かわからないことがありましたら、スラックで、質問いただければお答えいたしますので、よろしくお願いいたします。ではこれにてですね、川崎さんのトークを終了したいと思います。発表ありがとうございました。ありがとうございました。参加者の方は発表者に大きな拍手をお願いいたします。